多分。なるほど。あ、ありがとうございます。いかがでしたか、サイギター公演。そう、ひのちゃんが、ひのちゃんじゃない、ごめん、ねえ、ごめん、ひのです。青がね、こう出てくれました。今日はありがとう。なんか青めっちゃちっちゃくない？後ろにいるんじゃない？そういうことか。はい、歌が上手くてびっくりした。 ありがとう。マジで上手。そんなに覚えてくれる、ずっと聞いてた。ありがとう。やりたいことやりたくないことやるしながら間違えたんよ。一回あの、ね、聞いてほしい。あのお昼公演で間違えをつけるのいいね。あ、そう、なんかお上品でごめん。いいよ。お昼公演の時にそこまで、うん、あのね、何言ったか分かんない。やりたいことやりたいことやりたいことやらされながらみたいな。めっちゃさ多かったんだよね。可愛いね。で間違えちゃったんですけど、ちゃんと夜はあのね、言えたし、いい感じだった。そう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 。二人の組み合わせよかった。うん、嬉しい。やったじゃん。よっしゃよっしゃよっしゃ。でもさ、そのピアノとさ、ギターってのもね、新鮮でしたよ。新鮮でした。なんかあんまないよね。てか初めてじゃない？なんなら、うん、多分それに、とかひなちゃんさ、ボーカルいるじゃん、うん、うちのボーカル、うんうん、シグナル。そう、ひなちゃんのがいたら、なんかその、うん、まあ、いわゆる、まあ楽器目当てっぽい、うん、楽器目当てって、楽器中心みたいなとかあるじゃん、うん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 、けどさ、どっちも弾き語りってあんまないよね。ないですよね、普通に。確かに。いちかぽーが、いちかぽーって言ってしゃべピンときちかぽね、みんな大好きだから。ちゃんとすごい髪型かい。ありがとうございます。今日羊ちゃんヘアです。かわいい。あとね、嬉しいね、お知らせを今日はね、させていただいたんですけど、ね、バンドをね、結成することになりました。だって青の顔で戦うなりました。そう、ありがとうございます、まあ、詳しい内容はちょっとまた後日なんですけども、楽しみにしていただけたらと思いますですって。ですって、楽しみね。ずっとね、やりたいなって思ってたので、ついにね、実現できるっていうのが嬉しいですね。おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます。でも今日すごく久しぶりのサイギター公演で、多分4ヶ月ぶりぐらいだったんですけど、そう、生誕祭ぶりだったから、うち、うん、4ヶ月ぶりかな、4ヶ月ぶりだったんですけどね、なんか一番安心してできた今日ね。なんか全然緊張してない。緊張してなかった今日は。びっくり。そうそうそう、やっぱ慣れてくるものなんだなって思った。一生なんかこのギター公演に関してはもう一生緊張すると思ってたの。まあ楽器って違うよね、うん、一番緊張しない、うん、仕事の中で緊張するよね。ピアノマジで緊張する。そうなの、それだったの。でも今日はなんか回数を重ねてきたからかわからないけど、いいこと、めっちゃいいことする。そう、なんかゆったりできました。ありがとうございます。誰もありがとう。今日初めて見に行きました、2人の素晴らしい演奏と。初めてで、ありがとうございます。でも結構初めましての方もいらっしゃって、さゆりさん公演ありがとうございます。あおちゃんなんて4公演なわけでしょ。そうだよね、ちっちゃいもん。まあピアね、あのピアノも良かった。本当ですか？うん、本当だよ。そうだよ。昨日も頑張ってたんです、ちゃんといっぱい。ね、昨日もね、ちょっとリハしてた。ちょっとリハしてたね。と卒業式もさ、出させていただいたじゃないですか、私たち。新潟国際情報大学の卒業式も出させていただいた。そこでもピアノ弾いて、ギター弾いて。
私そうだね、あ今日はね、そう今日はエレキギター弾かなかった。エレキもめっちゃいい、本当エレキの息踏みめっちゃ良かった。昨日ねその卒業式でやったよ。マジでいい、本当嬉しい。今日はねあえての弾き語りで、あこいー、逆に初めてやってみた。今日は初めてやる曲がたくさんあった公演で。よかった、うん、強かった。やっぱりありがとうございます。シグナール、そうシグナール、サイがミュウミュウの親戚を釣ってたとか、え、どういうこと？なんかね、ミュウミュウツイートしてたよ。なんて？なんかミュウミュウの親戚の方が、うん、あの国際情報大学行ってて、うん、卒業生でいたらしくて、ガチで？うん、え？で、なんかサイヤに釣られたって。マジで？え、待って、そのツイート見てない。そうなの？うん、タグ付けされてたよ。嘘、そうなの？え？待って、気づかなかった。そうなの？うん、マジか、ちょっと後で反応しとこ。え、ごめん、みゆみゆ気づかなかった。疲れ、ありがとう。え、そうなの？ヘリメ、ありがとうございます。でもなんか、卒業式って初めてだったじゃん、私たちこう、うん、出させていただくのが。してんの？え、なんかさ、いつもと違う緊張。そう、いつもと違う緊張だった。劇場はさ、なんかもう知ってくれてる人がいるからさ、そう感じだったけど、本当に知らない、ね、うん、方たち、青たちのことを知ってくれてるかもわからない方たち、サプライズだったし、ね、そうだったから、なんかハードルめっちゃ上げられてないかなって思ったりはしてたんですけど。でもね、すごいあのみんなさん、はい、緊張したけど ね温かく迎えてくださって、こんばんは。え、差し入れだった。え、お菓子？うん、食べようじゃん。いただきます。ありがとうございます。本日のお菓子紹介、え、今日もご飯紹介するの？するよ、うん、する。あ、ポッキー、あれ昨日？あ、一昨日か。そうだ、え、昨日だっけ？昨日、うん、一昨日。そうか。これ何味？いちごっぽくない？ピンクだからさ、いちごっぽくない？シェアハピネスだった。え、シェアハピネス味？シェアハピ、シェア、あ、ビクビクビクした。味かと思って、そういう味があるのかと思って。びっくりした。そうそう、食べます。お菓子開けんのめっちゃ下手。味いけるよ。何味かって。じゃあいちごじゃないの？普通にいちごの匂いするわ。いちごでしょ？あ、いちごだ。そうですよね。でもさ、なんかさ、可愛くない？見た目が。確かに、いちごって商品紹介。そう、でもうちさ、お菓子とかさ、いちご系全然食べないんだよな。あー、ね、サイはチョコだよ。うちめっちゃチョコだから可愛くないんだよね、見た目が。え、チョコが可愛いよ。え、違う、なんかさ、いちごの方が可愛くない？イカ、あ、そうなの？イカ好き。うん、なんだね、これ見て、なんでポッキーってここがキリンみたいなの？だってさ、焼いてる掴むところが、はい、ん、このもの、え、焼いてるから、焼いてるからじゃない？あれ違うの？足跡みたいだね。どうなの？ありがとう。うん、あっちゃんはピアノ歴どのくらいですか？だって5歳から NGT 入るまでなので、中2の13歳までやってました。でも、あの細く長くなので、うん、決してうまくはありません。うまいよ。なくない。うん。距離感近いってうちら。え？いつもより。二人の距離感本当に縮まったね。だって。まあ、そんな離れてもなかった。多分。あれよ、何、今までさ、あんま絡みなかったじゃん。でも結構いたよね、一緒に。うん、え、どういうこと？まあ、表上でってこと？そう、あ、表上ではなかった。なかった？なかったわけでもないか。うん、
確かに今よりはなかったよね全然、うん、確かにけど全然普通にそんな青がくっついてきてくれる、うん、でハヤがハヤあれじゃん何サーヤもくっついてきてくれますよ、うん、じゃああれだね4枚うんそういうことそういうこと青なんかめんどくさがれることが多いんですけどサーヤめんどくさがらないから心の中は分かんないけどいやうち別に誰でもって感じ誰でもっていうかえ、うん、大丈夫、うんうん、大丈夫嬉しいよ傷ついてない青が来てくれるのあやなこかわいい青ちゃんがお姉ちゃんなのかさやが子供なのかどっちに見えますどっちなんださすがに私が上じゃないそうねでもリハの時はさやが本当にお姉ちゃんだった青が子供すぎてあれは内緒ありがとうございますありがとうございますあーちゃん大人感あるときもわかるなんか青さ大人っぽくなったよねなんか最近めっちゃ言われるだよねうんなんでもう身長そんな伸びてないでもあれじゃないメイクも上手くなったよねマジここ最近でほんと、うん、そんな変わったうんほんとうんだって前さ何もしてなかったじゃん先輩に2年前とかじゃなくていやなんかほんとに何もしてなくてよそうでもなんか最近ちゃんとしっかりさなんかあのラーメングリッターとかもさやめて、ね、やるようになってグリッターこの前ポーチで爆発さあそうだあ昨日だそれ爆発させてうん、汗かくとめっちゃ幼く見えるけど、うん、それは、うん、それみたいじゃあメイクなのかな、うん、かもしれないでもまあ普通に考えて中2からさ、うん、高2高2でしょ変わるめっちゃ変わるよね、うん、そりゃ変わるよね確かにそれはね顔見てと思うもん、ね、自分の中二の時の写真見て違うよねうん、うん、食べないうんいや、ね、うん食べる、うん、あーちゃん何歳17歳ですだから私が入った年なのそうねうん確かに加入した年えでもサーヤはめっちゃ大人っぽかったえやばでも加入した年にやっとなったってことがすごいうん早いよねでも聞きの流れが、うん、だってさ、うん、ヤシたちがさ、うん、もうさ今年さ、うん、20歳なんだよねえやばくないそれがやばいえ待ってヤシとユウとヒノとヒノあポッキー出たヒノもうんつぐみさんもうんマジかマジかだって青は信じられないかあと2年半うんねえ二十歳マジで二十歳になるのやばいね驚き、うん、めっちゃ驚きさやさんは今おいくつですか21ですニヤの1個下うん、うん、あ確かにサヤのサヤとの同年代多い多分一番多いんだよね、うん、ニキがめっちゃ多いよね、うん、ドラさんもうんいいねうん確かに一期生さんが加藤さんだけうんうんうんなんだよねなるほどみゆみゆかえりちかな大塚川越
古沢ちょっと言ったよね。あれ6人でも6人も多い。うん、うんうん、小学生はね多分来ないと思う。あの年齢的に3期生うん、うん、多分中学生とかじゃない。まあ、来そうだよね中学生、うん、ね。でも、もう赤ちゃんなのかな。私中1って2009年生まれとかでえ青と5歳差なの。やばくない。だからうちが9歳の時に生まれた。だから5歳差だったら、うん、青とマシと同じ離れなんての子が来るかもしれない。やばくない。やばいね。えびっくりすぎる。どうしよう。うん、今回の世代特にこだわった部分あります。でも今回はやっぱりなんか卒業シーズンなので結構そういう卒業ソングを多めに入れました。その自分の個人パートの時も僕はいないジワルデイズでその卒業ソングブロックみたいな作って、うん、あとはコラボした時にさコラボ、うん、まあコラボした時に Give Me Five やったしね。卒業系、まあ、春とか一応ちゃんと季節感は大事にしてる、大事にしてる。前回はその11月だったんで11月のアンクレットやった。11月だね。そうそうそうだけど今月は3月だから春どこ卒業もの、うん、やりました。よかった。うん、さやちゃん、STU さんの曲は全体的に好きなんですか？好きですね。めっちゃ良かった。もう STU さんのブロックを作った、うん、本当に良かった。暗闇思い出せて良かった。思い出せて良かったはもうフルにしちゃいました。今回前回ワンハだったんですけど今回はもうフルでやりました。素敵。思い出せて良かった。本当に大好きで私なんか一生聴いててリリースされた時に一生聴いてて本当いい曲めっちゃ好きで。そうそうそう前回もやったんですけどあのワンハだったから今回はちょっとフルでやらさせていただきました。うんうん、そうそうそう。暗闇もすごく好きで、でも難しいじゃんあの曲って、うん、あのやりたいこと言うの文字数がね、そうそうそう多いからね難しくて弾きながらっていうの、そういう、まあ、でもちょっとチャレンジしたいなって思ってさせていただきました。うん、めっちゃ良かった。ねえありがとう。本当に良かった。うんうん。ですかね。結構今回はだから新しくやる楽曲が多かったかなっていう印象ですね。はい。うん。素敵。そうね。うんうんうん。3月ぴったりな曲良かった。あ、ありがとうございます。嬉しい。まあ、でも次も多分結構ガラッとセトリ変わるんじゃないかな。結構毎回この公演は変えてるから。うん、何曲披露した？何曲だ？セトリ何曲だっけ。みどもり、僕はいない、ジワルデイズ、暗闇、思い出せてよかったで、あと4曲、4曲やってで、技巧地内通学電車喋ってる11曲だ。おぉ10曲やりました。ボリューミー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 。こんばんは、こんばんは、こんばんは。夏曲のさやぎた小山田です。あー確かに夏ね。確かに確かに夏曲いっぱいあるもんね、うん、いいね。夏も夏も難しそう。うん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 11曲うん、毎回変えるの大変そう。でもなんか大まあ大変ではあるのか。大変大変。でもなんだろうね、変えたくなっちゃう。いやわかるわかるわかる。なんかさ新しいのやりたくなっちゃうね。なんかピアノとか楽器ってなると。次のゲストも気になる。確かに確かに。シグナルも呼んじゃったから。コンプリートした。どうしようね。早いところですけど、うん、すごいね。こんばんこんばんは、うん、私は出番までは
緊張して、うん、緊張してた本当絶対そうそうしてた。あでもさ、青のさ衣装もすごく可愛かったね。あそう、なんか石田さんが、ね、サーヤの元の衣装に合わせてくださって、うん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 、めっちゃ可愛かった。なんか本当にピアノって感じの衣装だったよね。フルート吹いてそうだったよね。なんか発表会のさあの衣装みたいだったよね。マジわかる、ね、そう可愛かったよね。お嬢様感があった。大人っぽかったよ、すごく。大人っぽかった、うん、大人っぽかったね。うんうん、本当にピアノに関してはいつまでたっても免疫つかないよ。なんか緊張。ああ、でもそれはそうだよ。うちもだもん。やっぱ楽器ってなるとさ、なんかそのなんだろう、普段のさパフォーマンスとは全然違うじゃん。もう本当に別物じゃん、うん、だから緊張するよね。だから一番マジで、ここからコメント見える？見ない。目悪いか青お嬢様だって。ありがとうございます、うん、青お嬢様。羊さんヘアかわいい、ありがとう。私服ではないですね、全然。あー一緒、うんうん、そうだよ、サーヤって呼んでるよ、うん、サーヤだよね。ずっとサーヤだよね、うん、入った時からサーヤ、うんうん、サーヤちゃん、さやちゃんって呼んでた期間あった？ないと思う、覚えてない。覚えてないね、うん、ずっとさやさやじゃない、違うの、あおさやみたいな。結構そうじゃん、うん、みんなそう。確かに、うちあおあおちゃん、あおなんかたまにさ、うん、なんだろう、なんかたまに変わる時あるけど、え、あるある。なんかあおいって普通に呼ぶ時あるよね。うん、ある。なんかななみもあんの。あ、そうなの、うん、そう、葵もね、全然あるんだよね。そう、サーヤめっちゃ呼んでくる。葵、葵ちゃん、葵って呼ばれても、は、なんか急になんかピンとこない、うん、反応できない、自分って呼ばない。誰だろう、確かに確かにでもうちってさ、結構みんなサーヤじゃない？あ、そうね、みんなサーヤだよね。サーヤちゃんもない、サーヤ、みんなサーヤじゃない？サーヤは略しようがなくない？さあ、さあ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 だったらさあやって言えばいいしね。そうそうそう、あなた、ありがとうございます。お、30分ってそうだった。ほんと？じゃあそろそろだね。ランキング読む、一緒にやりますか。なんで夜ご飯、あ、そうだ、決めてやりたい。え、また私？そうだよ、いいんじゃん、そろそろ決めちゃう。うん、さあや夜ご飯、そうですね、じゃあ私の大好きなおでんで。お、具も言うのこれ。いや、具はねえんで。いや、もう言った、大丈夫。じゃあ、おでんで。何が好きじゃん、ちくわぶ。え、わかる、ね、なんか前も話した気がする。ちくわぶ好き、ちくわぶでお願いしますおでん好きって可愛い。ほんと、うん、おでん大好き私。え、聞いて。何？ブロッコリー色のピーマンえ、どういうこと、どういうこと、ブロッコリー何でもない、ブロッコリー色の、違う、なんか緑色をブロッコリー色とも言えるなって思って。え、そうだよね。あ、え、でもね、これ言ったらみんなに無視された。無視されたの？チーンって。え、かわいそうでも正直、うん、あのみんなの気持ちもわかる。本当？うんなんかさ、今さ、ブロッコリー色のピーマンって突然言われてさあのって思って、うん、ブロッコリー色のピーマンって普通のピーマンだよなっていう思いだったんですけど、あれは、はい、ブロッコリー色のティッシュ、うん、そうだね、緑色のね、はい、ティッシュ、これですけども、はい、ということで、ということ、ちょっとうちらさ、もうさ、公園終わって安心しちゃってさ、眠気がやばくない？今日はもうバタンキュー、バタンキューだよ。明日はね、おしゃべり会あるから、またね、はい、あのおしゃべり会来てくださる方いっぱい話しましょう。今日の公演のこととかもね、はい、たくさん話したら、2人とも3部からね。そうだね。あっ、ナイスキャッチあ、めっちゃ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 、オッケーオッケーオッケー、あぶあぶ、あぶ、ありがとうございます。じゃあ、あの
読みますかランキングを。はい、はい、13位かね。いえ13位、さやちゃんさんありがとうございます。13位、しろたんさんありがとうございます。12位、今夜が山田さんありがとうございます。12位、あまりからさんありがとうございます。11位、おたけさんありがとうございます。11位、よもぎパンさんありがとうございます。10位、きよさんありがとうございます。10位、きんどさんありがとうございます。9位、ずみちさんありがとうございます。9位、ゆうさんありがとうございます。8位、だいさんありがとうございます。8位、新潟かずさんありがとうございます。7位、ホークさんありがとうございます。7位、ソルメトさんありがとうございます。6位、松尾さんありがとうございます。6位、妖精さんありがとうございます。5位、リエサブローさんありがとうございます。5位、ウオさんありがとうございます。4位、ちゃんこさんありがとうございます。4位、MS さんありがとうございます。3位、村地さんありがとうございます。3位、ポンポンさんありがとうございます。2位、赤毛団長さんありがとうございます。2位、抜け殻さんありがとうございます。1位は星の鼓動愛さんでした。ありがとうございました。1位、おじさんありがとうございます。ありがとうございました。いい湯だな元気ですね、やっぱ若いので。はい、ということで、そうだね、眠いね、うん、ということで皆さん今日は声ありがとうございました。青も4声お疲れ様でございました。またね、来てる、ゲスト行くよ。ありがとうございました。こっちもありがとうね。こっちも青ありがとうございました。ではでは、バイバーイ、おやすみなさい。ありがとうございました。